い、神社の神でございます。本日は神話覚醒ユリ、この前生放送中に私ユリを見つけることができませんで、日本先行の神話キャラなんかということをね口走ってしまって大変申し訳ございませんでした。実は韓国版にすでに実装されておりました。私が発見できなかっただけでございます。早速ですが神話ユリ一体どんなものなのか見ていきましょう。スタート。はい、ということで前回木曜日アップデート放送を生放送でねやっていましたとき、まあ神話ユリの、日本版の方ですがねヒントが出ていました。ですがここの枠にいない。あ、なんで覚醒ユリはここにいるのに神話化されたユリがいない。もしかして日本初登場。じゃあ他のとこにいるのかな。ここにもいないよね。ここにもいないよね。あれ、じゃあどこにいるの。いないよね、いないよねって探しておりましたが、実はですね、いました下まで探っていなかっただけで、なんとね、こっちの枠にいましたね。冒険者たち、ここには、一応普通のユリがここに在籍していますなんでこっちにこの枠があるのかちょっとわかりませんが、まあ一応こちら、覚醒ユリということになっております。キツネのようなイメージがなくなりましたね。目つきもすごい鋭いですが、なんか人間らしさの目のつり上がり方のような感じがしますよね。ということで早速ですがモーションなんか見ていきましょうか。タイプ的な魔法型のまんまで来るでしょうねきっとね。はい、前回声が聞きにくいということもありましたんで、僕黙ってねちょっとね初めは聞いてみたいと思います。通常です。で、クリティカル組よ、ライフは。で、神話攻撃ですね、今のはね。で、スキルの1を見ていきましょう。ポン。あー、かっこいいね。かっこいいね。どっちにしても、キツネの尻尾がブラって舞うような感じなんですね。スキル最後に覚醒スキルですね。なるほど。ですね、今のモーションを見ていく限り、なんか七天大聖系のことも思い出しちゃいますよね。スルトとか今来てる聖児の蛇で、このユリは狼みたいな感じになっちゃいますけど、あ、まあフェンリルが狼かなんか狼とキツネがちょっと被っちゃうような感じでね。でもそっちのね枠ではないのでね、皆さんね。はい、ということで早速ですが神話化ユリ韓国版ではございますが、一体どんなスキルになっているのかちょっと見ていきましょう。久しぶりから自身が倒れるとき一文字 100% で1回復活。スキル攻撃時対象のバフを解除。味方攻撃キャラの弱点率弱点ダメージ 25% 上昇。通常攻撃時 20% の確率で効果攻撃が発動。スキル値敵4体に魔法力100%120% の魔法ダメージ2回、クリティカル適用と。スキル2敵4体に魔法力 200% の魔法ダメージ対象の男性バフを3段減少。そうですね、パッシブの方でちょっと読み上げてもなかったものがありますんで、効果攻撃というものが追加されております。効果攻撃とはブロックと反撃効果が適用されておりません。効果攻撃時対象に魔法力 150% の魔法ダメージ、自身の覚醒スキルをリセット。覚醒スキル敵全体に魔法力 115% の魔法貫通ダメージ2回、過去対象のクールタイムを25秒延長となっております。수많은갈림길과이정표정해진것은없지만망설이면또너를잃겠지지금이마지막기회라면나는널지키겠어
はい、ということで早速やっていきますが、まあちょっとね、背景の方、日本版のユリの方、覚醒されたユリの方をちょっと出しておいております。なぜならば、ちょっとこのユリを見ていきますと、パーシブから見ていきますと、対破壊の魔人戦に対しての一応キャラにはなっているということですね。すべての味方に2人攻撃と3人攻撃に対するダメージ免許を6回。追加で自分のスキル攻撃にクリティカルが適用。ボス戦の破壊の魔人に5万の固定ダメージを与えるという形になっております。で、一応先ほど読み上げたものを見ていきますと、自身が倒れるとき 100%、100%、ヒットポイント 100% で1回復活。復活とかは、もちろん全然日本版の、パッシブには載ってないと。で、スキル攻撃値対象のバフを解除。これすごいね。はっきり言って。何らかのスキルさえ打てば、バフ解除してくれるっていうものがパッシブに載ってると。で、味方の攻撃キャラ、弱点率、弱ダメ25バージョン昇。まあ、率アップはくっつけてくれたら嬉しいよな。うん。で、通常攻撃時 20% の確率で効果攻撃が発動。この効果攻撃は、ブロックと反撃効果が適用されず、まあ、効果攻撃時対象に魔法力 150% の魔法ダメージ。で、これがわかんないのが、覚醒スキルをリセットしてくれるんだ、あれ。っていうのもあるんですけど、まあこれ、一回覚醒スキル使っちゃいました。ってなると、覚醒ゲージがたまらない状況になりつつ、パッシブの方で一回ターンが回ってきて、通常攻撃挟み込んだところで、この効果攻撃が発動した。となると、覚醒スキルがリセットされて、またここからゲージが再びこう、マックスに向かっていくっていうような仕様になっているのか、ちょっとわかりませんけど、まあ、リセット機能がついているっていう可能性がありますね。はい。そんなところを踏まえながら考えていくと、こっちはあくまでもうこれもだいぶ古いですからね。対破壊の魔人戦に対してのものを作っていく。もうだからいきなりガラッと変えてしまうのか、このまま対破壊の魔人っていうのが、今ボス戦でいうノーマルの方なんですよね。で、いざハードの方を見ていくとゲリドゥスだったような気がする。確かゲリドゥスのはず。新鮮はノーマルとハードで、新鮮ノーマル、そして新鮮ハードがあったはずだから、多分ゲリドゥスの方のノーマルのところが未だに破壊の魔人のはずだから、これをゲリドゥス専用機としてちょっと持ってくるっていうのは考えにくいんですよね。で、まあこの固定ダメージ5万っていうのも、スコア基準がもうだいぶ昔と今とは全然違うって考えたら、どうだろうね、5万か。そんなに、まあでもどのスキルを打った場合でも5万の固定ダメージが、乗るってことだもんね。あ、違うね。スキル攻撃にクリティカルが適用された場合にのみ、ボス戦の破壊の魔人に5万の固定ダメージって、ちょっと複雑なあれですね。なので、クリティカル装備を確かに昔つけていたような記憶がある。うん、クリ確定のスキルではないもんね、他のものが。ってことは、やっぱり自分でクリティカルを採用させなきゃいけないみたいなことがなってるね。これはちょっと複雑ですな。はっきり言って、まあ韓国版のものを見ていくと、まあはっきり言ってアリーナ向けで、ちょっと出てきているような、キャラではないと思うんですよ。どちらかといったら何らかのギミックがある。で、対象のバフを解除っていうのがスキル攻撃時あるってことは、まあ、どちらかの攻撃を打ってバフ減させていこう。みたいな感じ。で、例えばこれがバフではなく回数制のバフ解除となったら、初手に何度も剥がしていく、今やってる鋼の捕食者系とかの、採用されるキャラクターにもなっていきかねない。例えば、今見たいのが、この神話ダンジョン。
まあほとんどみんなもう開いてる人少ないと思いますけど、この中で今まで神話化されたちょっとキャラクターをバーッざっと見ていきましょうか。前から見ていきますと、聖司、するとザハラ、リン、ミスト。なんだかんだ言って結果的にミストは PVE だったっていうのを除けばほぼ PVP でしょう。ここ次、ファイ、ベリカ、スクルド、エヴァン、フェンリル。ああ、もうこれベリカだけですよね。PVE 要因で来てるのはね。孫悟空、フレイヤ、ゲイズス、ミリア、セザール。もう P、アリーナでしたね。クリス、オルカ、アラン、アイリン、エルニア。僕はね、何を言おうとしてたのが、久々なんですよ。PVE で来ますよ、みたいな感じのキャラクターがやってくるのが、エルニアもう確定でしたからね。で、セインに至っては、もうアタッカーとして PVE の、初っ端に、神話覚醒されたキャラとしては、もう確定要素満載じゃないですか。アリーナ、デロンズ。セインは PVE、みたいな感じで出てきましたからね。だからなんかイメージ的な、このエルニアに打って変わるような、長く続けて、生き残る PVE キャラで出てくるのかななんてちょっと思っております。はい。あと、まあエルニアを差し置いてこのユリに変えるような真似はしてこないんじゃないかなって思うんだよね。でエルニアが今クリティカルでヒットポイント変化免疫とか、要はあとはクールタイム延長免疫もついてるっていうのは相当使い勝手がいい。ですぐに倒れるキャラでもない。で今一番きついのがやっぱりリナの回復勢なんですよね。だからなんかこのキュービの狐の効力で覚醒スキルなど、リセットがもしこのキャラクターができるんだったら、そこにねなんか回復できる、まあクリス的な要因、うん、狐ってバカすじゃないですか。まあそういうねあのイメージから言わせるのもちょっと良くないけど、まあなんか保護膜貼ってくれたりとか、どっちかって言ったらこう火力上げよりかはちょっと回復系のキャラ、補助キャラ、支援キャラか、支援キャラに近いような感じの、ステータス値復活させてあげるようなとこまではいいけど、なくていいけど、まあ覚醒スキルなんかでヒットポイントを回復できるようなパターンとか、通常のもういい加減覚醒クリスなんとかしようぜ問題、まあさすがに私もまだね手放せない。だから1体作って残してはいますね、この覚醒クリスは。このパッシブである敵が1人倒れるために全ての味方のヒットポイント 30% を回復、この効果を有利に入れてくるっていう形はねちょっとありかもしれないね。だこれ入れつつ回数制のバフも解除してくれるようなキャラクターだったらもう牛魔王もいけると、で鋼の捕食者もいけるという形になってね、ボス戦ではね非常に使い勝手が良くなりますよね。でまあ一応弱点ダメージアップとか、いけるんだったらね、リナ外した状態でも今いけるようなキャラクターを今すごい望んでるじゃないですか。で回復キャラって言ったらもう残りはねあかりちゃんしかいないんですよ、覚醒。ただもうすでにね覚醒レベルではね、あでもステータス値が変わってライアンの時もそうだったよね、ステータス値がかなり高い状態で一応来てくれるけど、今のリナだと覚醒は覚醒だけどステータス値が低い時に覚醒されてるパターンだから、ヒットポイントがね防御力が低いんだよね。だから明かりを来るのを待っているのもなんなんで、ここでこういう風なね新型タイプのちょっとね神話化より期待したいなと思います。でまあのライブ中に言いましたけど、勢力戦専用機として来るんじゃないかななんて思ってはいたんですけど、やっぱり事前に出してきて全く使えないパターンだったらやっぱ精力戦を睨んでっていう風に来週アップデートの時にステータス値見たところで判断した方がいい。うん、
見てボス戦で使えるぞったらラッキー、うん、何にも使えないようだったらもう勢力戦はこういう内容のギミックが来るんだなっていうちょっとヒントもねいただけるような形で出てきてくれるんで、まあそれはそれでいいかなと思うんですけど、まあ僕どっちかって言ったら今はボス戦の複数に対応したキャラクターで出てくる神話か、さすがに神話化ですからね。一体のボス戦だけに対応してるようなキャラクターだったら、覚醒レベルでいいでしょ。それはやっぱね、ダメだと思う。エルニアのように、かなり重宝されるようなキャラクターで、覚醒されてもらわないと、せっかくだからもったいないよね。一般枠からの神話覚醒。で、最近、結構、セージといい、スルトといい、まあもちろんそれはね、SP キャラでしたが、ハズレがそんなにない。ライアンも確かに、結局短命には終わったけど、時代の流れによってまた使い出すことは絶対あるんですよ。あのステータス値とか見てたら。今流れでたまたま使われてないっていう感じはあるだけで、また必ず絶対やってくれる、ステータス値にはなってる。だから最近ね、かなりキャラの神話化や覚醒いいもの作ってきてくれてるとは僕思うんで、おそらくね、神話覚醒よりもボス戦の中で複数使えるような形で持ってきてくれるんじゃないかななんてちょっと思います。それを考えるとエヴァンの吸収盾とか自分自身で受けてくれるとか、そんなようなバリアを持ってきてくれても嬉しいし、あとは今ファイでしょうね。覚醒ゲージ減少してくれるっていうキャラクター、まあセージもそんな形で覚醒ゲージ減少は持ってるけど、ちょっと2発だとね、辛いからリセットで覚醒ゲージ減少つけてくれる形のキャラがやっぱ一番望ましいって言ったら望ましいんで、ちょっとねゆりちゃん持ってたら嬉しいかななんてちょっとそろそろ思います。なぜかといえば、なんとすでに韓国版では新しい甲状腺が始まっております。その甲状腺に対応するキャラでも僕は会ってほしいなと思っております。はい、ということで本日は神話覚醒ユリのことに関してちょっとお話ししていきましたけど、まあ結構楽しみにしてますね。久々に PV キャラだよっていうのはほぼ確定だと僕は勝手に思ってますよ。まさかアリーナじゃねえだろうな、いくらなんでも魔法型タイプだけど、アリーナ型では来るとは思えないんで、この時期のタイミングでそろそろボス戦で使えるような専用機のタイプってもう出てきてないですからね、しばらく。もちろん SP キャラで対応できたスルトとかはいますけど、そういう形ではなく、もうアリーナも両方ね対応できるようなキャラまでは望んでないけど、せめてどっちかで特化したエルニアのような存在を期待してユリを待ってみたいと思います。はい、本日はここまでにしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。ではまた、バイバイ、ありがとうございました。